タレスダモクルネイブフラー、月目標指示ポッド標準ポットは、攻撃機が目標を特定し、レーザー誘導爆弾などの精密誘導兵器を目標に誘導するために使用する目標指示装置である。最初の標準ポットは1960年代半ばの初期の PGM に関連して開発された。レーザー誘導爆弾の設計には、 指定目標からの反射パルスレーザー光の位置を特定するレーザー目標追跡装置が必要です。これにより、照準システムが特定の目標に向かうことが可能となる。最も単純な追跡装置にはレーザーがなく、ただレーザーセンサーがある。一部の照準システムには、目標までの正確な距離を計算するレーザー距離計を組み込み、その情報を、後方 攻撃システムに伝えるものがある。多くの標準ポッドや軍事施設では距離系の反射した信号を受信するためにレーザースポットトラッカーと同じセンサーを使うため即居と追跡の両方が可能である。これらをレーザー目標追跡装置および指示装置という。一部の標準システムはレーザー誘導兵器の目標を指定できるレーザーを搭載し攻撃機が個別目標や 他の優軍を指定できる。1970年代の LRMTS には目標指定に十分な出力やスラントレンジのあるレーザーが搭載されていなかったが距離測定は可能だった。そのようなユニットには地上での指定、または他の航空機の前線航空管制による目標指定が必要だった。ロンティーンからの赤外線画像を映した回 -15。 E のヘッドアップディスプレイ基礎的な電子光学センサーは基本的に拡大レンズを備えた CCTV カメラであり乗務員による目標の把握、特定を支援する。夜間悪天効果の使用のために多くのエオセンサーには交換度光増幅システムが組み込まれている。暗闇で目標の把握、特定を支援するために基礎的な四角エオに 前方監視型赤外線を保管するものもある。これは赤外線検索追尾システム、アーストシステムと呼ばれる。特に捜索レーダーを搭載していない航空機の場合、一部のポットは後方、照準用の小さなレーダーセットを含む。このようなシステムは、例えばアメリカ空軍 a 1ンダーボルト2の夜間、全天候攻撃型用に開発された。 現在、レーザーと赤外線システムは、レーダーと比べると敵に探知されにくく、標的への警告が少ないから人気がある。レーザーは、空中射撃のより正確な即興データを提供できる。アン、アスック -153 回 -15E に搭載されたロンティーンポッド。ありがとうございます。